スタジオレイン少年ポップコーン取ってきてくれないかあああとジュースもああ自分で取りに行け <laughs> 面白いこと言うね僕の膝の上には君が座ってるんだよこの状況でどうやって取りに行けばいいんだい <laughs> そんな嫌そうな顔をしなくてもいいじゃないか。さあ、早く取ってきてくれ。うん、ありがとう。ねえ、少年。口開けて。ポップコーン食べさせてあげるよ。恥ずかしい <laughs> 何を今さら。 もっと恥ずかしいこと、お姉さんとしただろう <laughs> 顔真っ赤。相変わらずウブで可愛いな。ね、映画見てる間、ずっと耳元で囁いてあげようか。私は一度見た映画だし、少年が見てる間暇なんだよ。ま、 何回見てもこの映画は面白いから普通に見てもいいがそうする方がより面白く見れそうだしこうやって抱きしめたまま一緒に見ようよん、うん、そう言ってこの間も映画の途中で押し倒してきたじゃないかああ あれは、だな。うん。君が可愛すぎるのが悪いんだよ。それに、君だってまんざらでもなさそうな顔してたじゃないか。<laughs> そ、そんなことより、ほら、映画始まるぞ。一緒に見ようよ。な。そろそろクライマックスだぞ。 主人公はどういう決断をするんだろうな。んお姉さんはもう結末を知ってるんでしょって。ああ、まあね。けどさ、いい映画っていうのは何度見てもクライマックスでドキドキするし、結末を知っているからこそ見えてくるものもあるものさ。この音は、 いいところで、少年をかばいながら戦うのは難しいよな。ごめん、ちょっと窓から飛び降りるぞ。しっかり捕まっててくれ。ここまで逃げれば、もう大丈夫かな。ごめんな、いいところで無理やり外に連れ出したりして。 さっきの玄関を叩いたやつが誰かあれはな、吸血鬼ハンターだよ。少年も知ってると思うが、多くの吸血鬼は食料である血を、吸血鬼が経営する病院から横流ししてもらってるだろうだから、本人の了承もなしにむやみに人の血を吸うことはないし、人に害をなすこともないんだが、 それでも、人の社会に紛れ込んでいる異物を嫌う連中はいてね。彼らは吸血鬼を殺すため、銀の弾丸を撃ち込もうとしてくるんだよ。まったく、迷惑な連中だ。自分を正義の味方だと思い込んでいるところが特に迷惑だ。少年も気をつけるんだよ。 あいつらは吸血鬼を好ましく思っている人間も殺そうとしてくるからな。ん僕にできることはあるか <laughs> ありがとう。でも、君にできることは何もないよ。少年はそういう荒事には絶対巻き込みたくないしな。<laughs> いや、何も言ってないよ。 さ今日は予定を変更して、ホテルにでも行こうよ。そこでも映画は見れるし、飽きちゃったら別のこともできるし。ね。うん、いい返事だ。さ一緒に行こう。はあ、こりゃひどいな。 あいつら、ひどく荒らしよがって。あ、少年からもらったお皿が割れてる。くそ、次会ったら絶対許さないからな。ねえ、少年。映画の続き、見ようよ。運がいいことに、テレビは壊されてないみたいだし。あの映画の続き、 気になってただろいいところで乱入されたからさ。ん <laughs> ふそれじゃあ、はい。お姉さんの膝の上、おいで。うん。いい子、いい子。撫でられてうっとりしちゃって。ほんと、かわいいな。 そう。そろそろフィナーレだ。すべての人が幸せに終わるか、不幸せに終わるか。主人公が自分を投げ打つ、辛い決断を迫られる時だ。誰しも、こういう決断をしなくちゃいけない時は来る。それは無論、私においても。ね。ねえ。 少年、今日を最後に、しばらく。いや、もう二度と、私には会わないでくれるかな。このままお姉さんのそばにいたら、少年のもとにも、いつか吸血鬼ハンターが現れる。そうなったら、 もう手遅れなんだ。だから、わかってくれ。<laughs> そりゃ嫌だよな。でも、お願いだ。私は、もう二度と君を不幸にしたくないんだよ。本当は、私だって辛いんだ。 君のぬくもりが、この腕の中から消えるのは身が張り裂けそうになるほど辛いけど少年の幸せのためなら私は <laughs> 僕の幸せはお姉さんと一緒にいること勝手に僕の幸せを決めつけるな。 嬉しいこと言ってくれるね泣きながらずいぶんかっこいいセリフを <laughs> ますます手放すのが惜しくなっちゃうじゃないかけどねもう決めたんだ <laughs> このカバンの中に 一人でも十分生活できるだけのお金が入ってるこれを使って少年はこれから一人で生きるんだお姉さんから離れてね <laughs> な、なんだよ泣いてなんかないよこれはそうだ映画映画のせいだよ お姉さんなんだから、少年に泣いてる姿なんか見せるわけないじゃないか。最悪のタイミングだな。ね、少年。お姉さんの後ろに隠れててくれるかな。ありがとう。何のようだ 人の家にノックもなしに入ってくるなんて、随分失礼じゃないか。外獣に礼儀など必要ないか。<laughs> 人間程度が吸血鬼を外獣呼ばわりか。笑わせるな。おっと、物騒だね。いきなり銃を突きつけるとは。 ああ、私の後ろにいるこのガキか。私の奴隷だよ。ま、ろくに役に立たないから、今から絞り殺そうとしていたが、お前らのおかげで助かったらしい。まったく、運のいいガキだ。さ貴様の目的は私だろ。しっかり私を狙え。 無関係のガキにそのご自慢の銀の弾丸が当たらないように気をつけろよ。さあ、殺せ。引き金を引け。憎き吸血鬼を殺せ。大好きだよ、少年。さよなら。あれあどうして、私、 覚悟はできてるのいや、できていなくても構わない。貴様は塵一つ残さん。殺すだけでは足りない。腕を、足を引きちぎろう。楽には殺さんぞ。痛みと死の瀬戸際でもだえ苦しめ。生まれたことを後悔して死んでゆけ。 やりすぎてしまったな。肉体すらコッパみじんになってしまった。長く苦しめるつもりが、加減を誤ったか。少年。大丈夫だ。一人では行かせないぞ。私も、すぐ君のもとに行くからな。 銀の弾丸はまだ残っている。これを、自分自身に打ち込めば、少年とずっと過ごすことができる。<laughs> 君のいない世界なんか、私にとってあまったく興味がないからな。ゅ <laughs> 肉体は最後までずっと一緒だ。抱きしめ合ったまま、あの世へと向かうことにしよう。あ、あれな、まず、心臓が動いて、それに今確かに呼吸を。少年少年まだ生きているのか でもこの出血量だこのまま放っておいてはいずれ <laughs> 仕方ないこれをするともう取り返しはつかないがそれでも少年をこのまま死なせるよりはマシだごめんごめんな <laughs> 起きたか そうだ。意識ははっきりしてるか、私が誰かは、わかるか。うん。そうだよ。少年が、君のことが大好きな、お姉さんだ。よかった。よかったよ。<laughs> バカ…なんでなんで私なんかかばったんだこのバカなんで傷が治ってるかままぁ、あ、そうだよな気になるよなええっとなかかってに少年のことを私の 玄属にしてしまった。簡単に言うと、私と同じ吸血鬼になっちゃったわけだな。き、緊急事自体だったから、吸血鬼化させて、無理やり注能力を上げたんだよ。ごめんな。だから、少年はもう、二度と火の元には、 出られえく。えべ別にいいというかお姉さんと一緒になれてうれしいってここのひ人が真剣に悪く思ってるのに君ってやつはそそれになんで私のことを中断からかばったりしたんだ もうとはといえば少年が私をかばったりしなければこんなことにはあ、はああ僕はお姉さんに救われたから今度はお姉さんを救いたかったこのこの色とか吸血鬼殺しめ <laughs> いいや、怒る気力もなくなっちゃった。今は、少年が助かった嬉しさで、頭の中いっぱいいっぱいになっちゃってるからな。うん、ありがとう。なんで少年がお礼を言う必要があるんだ結果はどうあれ、こうやって二人一緒にいるんだ。 少年のおかげでな <laughs> どうしたの服の裾掴んじゃって可愛いね何かして欲しいことでもあるの吸血して欲しいのああそっかまだ吸血鬼の事情とか よよくわかってないんだよねあのね吸血鬼の眷属になっちゃうともう二度と吸血はできなくなるんだだって吸血鬼の血を吸血鬼が飲んじゃったら共食いになっちゃうだろうそそんなあからさまに悲しそうな顔しないでくれよ知らないうちに人間やめちゃったことより 吸血されないことに悲しむなんて、ほんと、しょうがない子だよ、少年は。お、お姉さんだって、少年に吸血してもっと気持ちよくさせられないの、寂しいよ。でも、しょうがないじゃないか。で、あれ うん、あれ、おかしいな。なんだか、首筋からすごく美味しそうな匂いが。な、なんでだろう。おかしいな。少年はもう吸血鬼のはずなのに。ご、ごめんな。もうお姉さん、我慢できない。 いただきます。<laughs> おいしいう。今までで、喉の中で一番おいしい。な、なんで、間違いなく眷属にしたはずなのに、この味は、人間の血の味だ。まさか。ね、ねえ、たぶん、 なんだけどさ、ちょっとお姉さんもよくわからないことなんだけど、多分少年、まだ、半分人間のままだよ。瀕死の時とかに人を眷属にすると、たまーに半吸血鬼になって、治癒力が上がってるのに血は人間のまま、そんな状態になるらしいんだ。だ、だから、まだ吸血はできるし、 太陽の下にも出られて、寿命も治癒力も吸血鬼と同じ、みたいな。ちょ、ちょっと、そんなに喜ぶなよ。まったく、そんなに吸血できることを嬉しがるなんて。ま、まあ、お姉さんも内心すごく嬉しいんだけど。 どうしたんだよまた、首差し出したりなんかして。<laughs> ほら、ちゃーんと、おねだり。して。<laughs> 上手上手、おねだり。ちゃんとできたね。<laughs> 吸血されたがりの仕方ない少年は。 罰として、気絶寸前まで血を吸ってやるから、覚悟するんだな。し <laughs>、ちょっと吸いすぎたかな。おーい、大丈夫か。ああ、本当に気絶寸前だな。 頭、くらくらする。ごめんな、夢中になっちゃってやりすぎた。<laughs> でも、こうやってとろけきった少年の表情は、とっても愛おしいよ。いいや、お姉さんを必死で求めるこの腕も、この体温も、少年のすべてが愛おしくて、たまらないんだ。 そういえば、絵は…ふっ、もうエンドロールだ。結局、どんな結末が訪れて、誰が幸せになったかは、少年にはわからないままだな。けど、お姉さんにはわかるよ。物語の結末も、少年の未来も、 もう死が私たち二人を引き裂くこともなくなったこれからはもう絶対に二度と離れないからな大好きだぞ少年何度でも何度でも永遠の時の中でこれからお姉さんの愛情を 一人注いでやるからな。最後までご視聴いただきありがとうございます今回の動画はいかがだったでしょうかよろしければチャンネル登録コメント高評価をしていただければ嬉しいですそれではまた 次回のスタジオレインの動画でお会いしましょう。